奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あれさえあれば、あんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにやがる。ここにいたか。なんじゃ、何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている。大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと？そりゃお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。ま、そういうことだよ。集めてきてほしいのはね、と、必要なものは以上だね。ちっ、それを集めりゃいいんだな。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえあれば大して時間はかからんから、ちょっと待ってなさい。さあできたぞ。カカロットのやつは100倍の重力で修行をした。ならば俺は300倍の重力で修行してやる。作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ、300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。くっそー。ちょっとベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは放っておけ。あ、そう。じゃあ好きにすれば。なぜだ。なぜ俺は奴に勝てない。俺はサイヤ人の王子なんだぞ。まったく、バカな奴なんだから。くっ、呆れた。あんたずっと修行続けてたの。その様子じゃまだまだお先真っ暗といったところみたいね。いっそソン君に聞いてみたら、スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだ。じゃあ死んでみる。なんだと。トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ。勝てるかしらね。ふざけるなよ女。俺を誰だと思って嫌がる。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょ。決まりね。健闘を祈ってるわ。あと、あんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ。私を誰だと思ってんの。くっ、あの女。ここはカカロットと戦った荒野か。ということは、な、何、相手はカカロットでなく俺だと。喜ぶがいい。貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからな。あの女、ふざけやがって。俺を超える。カカロットを追いかけるだけの俺などぶっ倒してな。あら、物足りなかったみたいね。貴様、ムカつく門を作りやがって。冗談よ。いやね、もっとだ。え、お前が言った通り物足りんと言っている。もっと強い相手を用意しろ。ちょっと何を偉そうに。俺が強くなって3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう、ブルマ。分かったわよ、もう。あら、今私
初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない？俺はカカロットを超えるぞ。見ていろカカロット、俺がナンバーワンだ。今帰ったぞ父。ただいま。いや、今日もいい汗かいたな。悟空さん、ちょっとええだか。どうした父、おら腹減っちまって。腹が減っちまってじゃねえだ、おらは腹が立ってるだ。たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物にぐらい連れてってけろ。だってうちにはそんな車もねえし、太一おら免許なんて持ってねえぞ。だったら免許取りに行けばいいだ。今時免許の一つも持ってねえのは悟空さくらいのもんだ。ピッコロも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら二人で教習所に通うだ。これも一般常識の修行のうちだ。二人とも修行好きだし当然断れないべ。なぜ俺まで。次の日、父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るためしぶしぶ教習所に向かうことになった。はい、それでは教習を始めましょうね。こうなってしまった以上は仕方がない。孫悟空、たとえ車の運転だろうが貴様には負けんぞ。よし、わかった、これも修行だ。オラも本気でやってみっか。そんなに気合を入れなくてもいいんですけど。大丈夫かの。よし、オラの勝ちだな、ピカ。なんですかこの二人は。もう一度勝負だ、ソン。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺は孫に負けたことが気に食わんのだ。へへ、オラもようやく慣れてきたとこだ。ピッコロ、次はお手芸本気の勝負だな。なんじゃと。望むところだ。行くぞ、ソン。はい、ピッコロ。うわー、蹴ったぞ、父。悟空さん、どうだっただ。へへん、そりゃもう、バッチリ。ピッコロに勝ったぞ。ち、勝った。よくわからねえが、それじゃあ免許は悟空さが取れたのけ。それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ、先生がオラたちの運転にビビっちまったみてえでよ、免許はやるからもう来ないでくださいってさ。ふん。それって半分投げ出されたんじゃ。まあとにかく免許は取れただな。お、よかっただ。これであとは車を買えば念願の家族ドライブが。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから、後からお金払ってもらうって言ってたぞ。え？オラお金のことよくわかんねえからさ。後のことよろしくな、父。な。よし。そんじゃオラたちは修行に戻っか。なあ！お母さん、おい父、大丈夫か？
いろいろあったけんど、悟空さんもやっと免許を取れたし、あとは車が欲しいだな、悟空さん。そんなこと言ってもよ、うちにそんな金あるんか。悟空さんが免許さ取るとき、いろいろぶっ壊しちまったから、その弁償で車買うための金がなくなっちまったんだべ。だから悟空さん、働いて車を買ってけれ。そっか、わりわり。だったらよ、機械のことだし、ブルマに相談してみっか。そりゃいいべ、ブルマさんならいい案を教えてくれるかもしんねえな。じゃあおら、ちょっとブルマんとこ行ってくっからな。頼んだべ、悟空さん。あら、孫くん、どうしたの？あのさ、悪いんだけど、ちょっと相談に乗ってくれねえかな。あら、いいわよ。相談って何？おら、父に言われて車の免許を取ったんだけどさ、今度は父のやつ車欲しがってんだ。なんとかなんねえかな、車。へえ、孫くんが免許ね。まあ車くらいならなんとかならなくもないわよ。ほんとか？でも孫くんの運転って乱暴そうだし、普通の車じゃすぐに壊しちゃいそうよね。もし孫くんが材料を集めて持ってきてくれるなら、私がとびきり頑丈な車を作ってあげるけど。材料って何集めてくればいいんだ？そうね、必要なものはリストアップしてあげるわ。それを見たらわかるから。あとついでだから、作った車のメンテナンスや改造も私がやってあげるわ。そっか、悪いなブルマ。いいわよ、これくらい。父さんによろしくね。帰ったぞ父。ああ、悟空さん、車はどうだったべ？材料集めたらブルマが作ってくれるってよ。ほんとけ、よかっただ。じゃあできるだけ早く材料集めてけれ、悟空さん。きっと材料集めも修行になるだよ。修行になるかわかんねえが、一応集めてみっか。よし、今日はどうすっかな。お父さん、お母さんが呼んでるよ。父が？分かった、ピクロ。また悪いけど、おめえは先行ってご飯と修行しててくれにか。いいだろう。悟空さん、今無天老様から連絡があっただよ。カメハウスにランチさんが来てるんだと。へえ、懐かしいな。それでなんだって？よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さんに。ほら、修行があるんだけど。無天老師様に失礼があっちゃなんねえだ。話を聞くだけ聞いてやればいいべ。そうだな。じゃあおら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。気ぃつけてな。よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ、久しぶりだな。どうしたんだ？どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ、生き返ったそうじゃねえか。あ、それがどうかしたか？生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ、いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。
ほら、肝心なこと忘れちまってたや。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構おランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？おう、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったから、まだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっているやつがいてよ、それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな、そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。ま、そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。天さんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや言ってなかったな。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。おお、帰ってきたか。どうだったんだ、天津飯はいたかな。おう、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか。これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ、これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食い物ならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。あと少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。トレーニングははかどってるかい？余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。見ていろカカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。すっかり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。
トランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。いいよ、ありがとう。すまね父。じゃ、行ってくる。いや、気のせいか。孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵勝てると思うか。見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答える。未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ。まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。ヤムチャ。クリリ、ヤムチャまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう、好きな死に場所を選べ孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。さあ戦う前に教えろ。なぜオラたちのこと知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと
と偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んでこの世にはもういない。なるほど。だがナメック星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう。だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって。もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに仙豆で助けてもらったんだ。残りの仙豆も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。
貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。くらえ。こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。